今回のインドネシア戦って無料開放されたことで多くの人が視聴できたわよね。これで有料会員から不満の声が聞こえてくるのはわかるんだけど、なぜか無料視聴した人から不満の声が出てるみたいね。どうして？不思議だよな。無料視聴できて不満の声ってのは感謝こそされても無料視聴で不満とは。無料ならある程度仕方ないともなりそうなもんだけど。これ中国戦も同様に無料視聴できるからな。また同じ不満が出るのは間違いない。どういうことか見ていこう。日本代表、ダゾーン無料開放も。実況なくスタジオ雑談、止まる回数も多く。配信体制に SNS 複雑。FIFA ワールドカップ、ダブル杯、北中米大会アジア最終予選で、日本代表、FIFA ランキング15位、がインドネシア代表、同130位、と対戦。同試合は、スポーツ配信サイト、ダゾーンで無料開放されている。まず、無料開放について自体が賛否両論あったわね。無料視聴できる側からすればありがたいだけだろうけど。あとはできれば地上波放送が良かったってのもありそうか。無料視聴する側はありがたいだけだろうけど、問題は有料会員なんだよな。高い料金払って無料開放では複雑なのは当然だ。料金が高いのとサービス面でなかなか向上もないからね。不満が溜まってるところにこれだからなおさらって感じ。私も有料会員だけど不満な気持ちはよくわかる。ただ、私の考えとしては日本サッカーのために無料開放で多くの人に見てもらうというのには大賛成だ。一番は地上波放送だけど、無料開放してくれたのは日本サッカー界にとって大きいわよね。ありがたいことだと思う。当然、ダゾーンとしてもそこはビジネスだから有料会員につなげたい考えもあるはず。だから無料開放と有料会員では明確に区別されてる。そこに不満の声が出てるようだ。無料開放のファンゾーン配信は実況なし。ゲストに99の矢部博之、桃色クローバー Z の玉井詩織、ウエストランドの井口博之、解説に林良平氏が出演。サッカー配信画面に、出演者が左隅にワイプで出演し続けている状態。有料配信では実況に加え、小野伸二氏、中村健吾氏のダブル解説になっている。あ、そうなんだ。実況なし。ずっと有料会員だったから知らんかった。これ聞いただけでもなんとなく微妙なのは伝わってくるな。無料配信では、画面が時々止まる状態が続いているようで、X、旧 Twitter、では、ダゾーンが繋がらない。ねえ、ゴール下の、映像止まる回数多すぎ、無料でも静止画じゃわからん、無料中継のせいか？今日はよう止まるぞ、との悲鳴の声が。有料会員だけどそこでも止まったり不安定だったわよ。ここも懸念点だったけど、やっぱり無料開放でアクセスが集中した影響かな。でも悲しい話、ダゾーンではよくあることだからなんとも思わない自分がいる。悲しいなぁ。まんじゅうは慣れてしまう。実際どのくらい無料配信で止まったんだろう。よければコメ欄で教えてくれ。てかこの試合結構ガバガバ配信だったわよね。カメラを地面に置く映像が映ったりとか。個人的にはそういうガバガバ好きだけど、映像が途切れたりとかはさすがに勘弁してほしいな。パソコンが壊れたのかと一瞬思ってビビったし。サッカーは常に動いてるし、映像が止まるって致命的よね。有料の方は何回もある感じではなかったけど、不安定ではあった。また、ゲストのトークがずっと続いている状況に、無料配信はありがたいけど、せめて左のワイプ消してよ。ちゃんと実況と解説があるのが見たい。無料だからこのような仕様なのか？無料代表戦、雑談が多すぎてサッカーが入ってこない。試合中に契約した、5人が同時に喋っててよくわからん。実況解説がいるって大事だと思った。居酒屋トーク以下、スタジオうるさくして契約させる魂胆か、などの、複雑な声が続々とポストされている。よく日本のテレビであるあの小さいワイプか。確かにあれ邪魔だよな。普通のテレビ番組でも邪魔なのにサッカーでそれはなおさら。サッカーでそれやるのは力技すぎて草。せめてワイプなくしていわゆるサブチャンネルみたいな方式の雑談解説みたいに普通にすればよかったのに。それだと差別化できないってことなのかもな。テレビにも言えるけど視聴者が何を求めてるか、を理解できてない気がするな。当然だけど私たちは、試合を、見たいわけで。それに5人は多すぎてさらに草。コメントにもあるけど、居酒屋トークみたいにわざとしたんじゃないかな。ダゾーンの宣伝見ててもファンゾーンってみんなで盛り上がろうってのを押し出してるし、雰囲気もそんな感じでやってるしな。確かにそれは思ったわ。有料会員にはがっつりサッカーで、ファンゾーンはもっと緩くライト層向けというか、より地上波に近い形でやってる印象。でもごめん。正直、あの雰囲気寒いというか。それで私は地上波を可能な限り見ないようにしてて、だから不満の声が出てるんだと思うぜ。まあこれがいいって人もいるから難しいところ。居酒屋トークといえばテレ朝とかもそうだしな。松木さんとか。確かに。あれが好きって人も多いしね。かつては私もそうだったけど、最近はうるさいと感じてダメになった。ライト層ほどあの雰囲気のがいいとかあるのかもね。そこのバランスって難しいよな。
あまりにもがっつり専門的にやりすぎてもライト層は困惑するだろうし。でもこれでこういった声が出たことでダゾーンがどう考えるかだよな。そうね。今回は代表戦の無料開放ということで多くの人が来ただろうし、いろいろ参考になる声は出たと思う。より良くしていけるといいわね。まあでも無料開放だからな。言うて無料なんだからこんなもんじゃね？とは個人的に思ったりする。それは確かにね。無料なんてこんなもん。でもこのやり方で契約につながるか？と考えると疑問もあるし、改善は必要なのかな？とは思うかな。てかやり方関係なくそもそもの料金が高すぎるからな。このハードルがあまりにも。今回無料で試してみて、入るかどうか慎重に決めてほしい。ダゾーンってネガティブなことばかり言われるけど、専門の実況解説は質が高いし、関連番組もね。サッカー好きなら間違いなく楽しめるポジティブな面もある。私は不満もありながら満足もしてるわ。特に地上波のノリが苦手って人にはおすすめだ。ビビるほど料金高いけど、結局そこに落ち着くんだよな。どんなにサービスの質が悪くても安ければこんなもんか、となるけど、料金高ければ求めるサービスのレベルも上がるからね。難しいところだ。ではみんなの反応いこうか。自分はダゾーンを契約してるので普通の実況あり大画面で見れたが、そもそも代表戦は地上波で放送できるのが望ましいと思う。まだ興味を持つ前の子供も大人も見る機会があればさらにサッカー界が盛り上がると思うし、それが J リーグの底上げにもつながると思ってる。AFC、FIFA ともに放映権料の上がりすぎを真摯に一度、立ち止まって考えてほしい。元々の問題ってここにあるからね。異様にダゾーン叩かれてるけど、叩かれる理由はわかるけどな。でも問題の根本的な原因って放映権料高騰にある。ダゾーンも有料契約との違いをはっきり出さざるを得ないはず。自分は常にダゾーンの契約はあるし代表戦はおまけだけど、代表戦のために契約している人だって多いだろうから当然だ。無料配信の質を上げたいなら JFA がお金を出す等の手段も必要だろう。差別化することで契約につなげるのもだし、そうしないと有料会員から不満の声が出るからね。何のための有料会員？ってなってしまうもんな。私はあまりそう感じないタイプだが、気になる人は絶対気になる。ダゾーン契約者が言うことも、無料放送視聴者が言うこともわかる。契約者も安くない料金を払っているから、無料放送視聴と全く同じように見れたら不満は出る。放映権料が以上に高騰している現状、何かしら手を打たないとならないと思う。今回であれば、例えばだがダゾーンも月単位ではなく1試合500円とかで見れるような会員制度を作れないものか？ゴールド会員矢印すべてのコンテンツを視聴できる。シルバー会員矢印見たい試合を都度購入。無料矢印今回のような視聴形態、みたいな。マジレスするとそれでは放映権料とかもろもろの分を回収できなくなるんでしょうね。私もこういう形のがいいと思うけどな。自分はダゾーン有料加入中ですが今回ダゾーンが無料開放したファンゾーンはダゾーンプレミアムというファーストステイ広告付きの無料ストリーミングサービス、系サービス内のコンテンツの本来はお試し枠で有料無料でコンテンツが再化されるのは仕方ないのかな。この配信内容だと契約には繋がらないよという声もわかります。ただ無料サービスですしね。ダゾーンを長年加入していて感じるのは、日本のユーザーの声がなかなか反映されないこと。今回の企画は相当頑張ったと想像します。なので今回無料開放して多くの批判の声があり、新規契約に繋がらなかったという結果だけが残れば、よりよく改善しようとはならず、今回の挑戦は失敗だったと判断して当分は無料開放は行われないだろうなと思います。地上波での放送がベストだとは思いますが外資系サービスの日本法人を動かすやり方をもう少し考えてみても良いのでは。一部紛らわしいので訂正、今回ダゾーンが無料開放したファンゾーンは以前から基本有料で実況解説とは別にこの形式でやっていて YouTube やアベマで無料配信することもある、みんなで一緒に応援しようという目的の配信ですね。ファンゾーンってもともとそうなのよね。コンセプト自体がみんなで応援して盛り上がろう、だからな。いろんな意見はあるだろうけど、個人的にはいろいろ挑戦するのはいいことだと思う。それで失敗しようが次の改善につながるからな。ファンゾーンの存在は知っていたし、J2 終盤の4分割放送も試しに見てみたが自分には合わず、結局マルチデバイスで2試合同時視聴に止めた。既存ユーザーでも賛否分かれる、いやいなの方が多いニッチなコンテンツを、くれくれのおぞうむぞうに開放するのはやはり相当なリスクだったようだ。SNS でのクレームを見ると、ダゾーンのクオリティはあの程度なのか、わざわざ嫌がらせ番組を作った、当の早とちりの誤解が多くあり、集客は相当あったようだが評判はかなり下がり契約増には繋がらない結果になったようだ。ニュースや SNS でそれなりの周知はあったはずだが、正しく伝わらなかったのか、せっかくの無料開放が多くの失望に終わったことは非常に残念。今回、どのコメントも賛否両論になってたのが特徴的よね。意見がかなり分かれる。有料会員とそれ以外でもまた意見が違うしな。今回で否定的な意見と同じくらいに肯定的な意見も多い。無料で見れること自体がありがたいとな。何か挑戦すれば必ず賛否両論出る。これをどう考えるかね。ダゾーンはこれをいい方向につなげてほしい。
そして中国戦もまたいろんな声が出るのは間違いない。それが嫌なら有料会員ですよ。有料会員は高みの見物。そうしたいところだけど、あまりにも高すぎるんよ。一番はどうしてもこの料金がハードルになってる。ここどうにかしないとね。先ほどダゾーンのポジティブな面も話したけど、無料視聴だと中国戦も同じ感じになる。それが嫌なら有料会員の検討をしてみてもいいんじゃないだろうか。サッカー好きなら必ず楽しめる。料金が高いけど。さて、その中国戦を含めたアジア最終予選はリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。さらにこんな感じで関連動画を投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでにコメ欄でみんなは今回の無料開放どう思ったか聞かせてくれ。アジア最終予選は再生リストが便利。毎回エンド画面に貼ってるのでぜひ利用してね。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うく主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。